釣りや伏せは、戦国時代に、九州の戦国大名島津義久により考案、実践されたと言われている戦法の一つ。釣りの伏せり、釣りの伏せりと呼ばれることもある。なお、大友支配下の立花同説など、同じ九州の武将も類似した戦法を用いた記述がある。野戦において、全軍を三体に分け、そのうち二体をあらかじめ左右に伏せさせておき、 気を見て、敵を三方から囲み包囲殲滅する戦法である。まず中央の部隊のみが、敵に正面から当たり、配送を装いながら交代する。これが、釣りであり、敵が追撃するために前進すると、左右両側から副兵に襲わせる。これが、のぶせりせであり、この時配送を装っていた中央の部隊が反転し、逆襲に転じることで三面包囲が完成する。 基本的に貨幣を持って兵数に勝る相手を殲滅する戦法であるため、中央の部隊は必然的に敵部隊とかなりの兵力差がある場合が多く、非常に難度の高い戦法である。この戦法の要点は敵を誘引する中央のおとり部隊にある。戦場での退却は容易に階層へ陥りやすい上に敵に警戒されないように自然な退却に見せかけなければならない。 この最も困難な軍事行動である、統制の取れた撤退を行うためには、高い連度、指揮を持つ兵と、戦術能力に優れ冷静に、状況分析ができ、かつ兵と高い信頼関係にある指揮官が不可欠となる。また、実際には副兵に適した地形で敵と交戦するとは、限らず、任意の地点に敵を誘引できない状況が発生する、ことも多かった。そのような場合は、 副兵の代わりに、側面部隊が敵前迂回行動を取り、敵部隊の側面をついて包囲した。おとり部隊ほどではないものの、参加する他の部隊にも非常に高い能力が要求されると言える。島津市は初期の頃の合戦において、副兵を用いた戦い方が、結果的に釣りのぶせのような包囲殲滅の形になることもあったが、後に積極的に釣りを用いるようになり、 ほとんどの野戦で三面包囲殲滅戦を図るようになった。その後、島津市は釣りや伏せ、及びそれを応用した包囲戦法によって、耳川の戦い、沖田縄手の戦い、戸如川の戦いなどの重要な合戦に勝利し、一時的に西洋、九州をほぼ統一することに成功した。そして慶長の役の四川の戦いにおいて、島津軍は、 数倍とも数十倍とも有名、朝鮮の大連合軍を撃破するに至った。おとり部隊を偽装配送させ、敵軍を副兵を置いたポイントに誘導し、おとり部隊と副兵で敵軍を包囲撃滅するという手法は、統率と機動力に優れたモンゴル帝国も得意としており、ワールシュタットの戦いもこの一例だと言える。日本の戦国時代においても、 大友氏の家臣の立花同説と高橋将軍が釣りや伏せに類似した戦法をよく用い連携して天正6年12月3日の柴田川の戦いにて秋月と根真と筑紫広角を撃退した天正13年2月から4月23日までも龍造寺市、筑紫秋月市など小江区連合軍を久留米合戦にてたびたび撃破したまた 同説敗下の指紋神や小野人口も、天正年間の宗方が戦にて、独自の判断でこの戦法を使って、宗方軍を撃退した。高橋昌雲の子で、立花同説の婿養子となった、立花宗主は文禄、慶長の役にも朝鮮軍や民軍に対して、文禄元年6月26日慶城北方の、朝鮮軍駆逐戦、文禄2年1月10日、 小西幸長を救援するため、弟の高橋宗松と連携して、民の追撃軍を撃退した、流戦の戦い。6月14日、小早川周邦と連携して、民の流配下の別将との陳寿城北の戦い。慶長3年9月の第二次ウルサン城の戦いで、加藤清正を救援するためウルサンへ進軍する途中、偽の野営を設置して、名将の巻を騙し、 釣りあぶせにて包囲撃破した。このように、実戦で活用された。筑紫生門未門も、A62 年4月2日の第一次侍島の戦いと A67 年5月2日の第二次侍島の戦い、A610 年7月11日侍島や、三条城にてこの戦法を使って、大友氏の優勝、斉藤重曽を撃退した。三度、大友方との戦いは、 門中所明晴れ、門中所明豊、佐藤行部、小川明正、星野明康、犬塚直也、田尻四角、田尻酒造、田尻とねひで、無民部兄弟などを打ち取った。四月勝具は、天正14年10月22日の丘城、勝瀬口攻防戦にても元より釣り破せが得意の、島津軍をこの戦法で撃退した。また、吉弘投稿は、 慶長5年9月13日、西の関ヶ原の戦いと呼ばれる、石垣起源の戦いで、釣り破ぶせを用いて、黒田義隆の軍勢に大損害を与えた。ありがとうございます。